特集です。築地市場の移転予定地江東区豊洲地区は環境基準の4万3000倍のベンゼンが検出されるなど土壌や地下水の汚染が問題になっています。水質や有害物質などの研究者らで作る都の専門家会議は移転を前提に来月中に汚染対策案をまとめ都に提言する予定です。一方で移転反対派からは依然として疑問の声が上がっています。1935年に開設した築地市場は老朽化のため2013年に江東区豊洲の東京ガス工場跡地への移転が計画されています。これはもうちょっとショッキングなデータが報告されまして、敷地全面をおよそ4100箇所に区分けして行った調査の結果、土壌では最高で環境基準の4万3000倍のベンゼンや860倍のシアンが検出されました。その他にも水銀や六化クロムなど環境基準を超える濃度の汚染物質が検出されたのは441箇所に上ります。先月末の専門家会議では調査結果を踏まえ対策の基本方針がまとまりました。一旦建物ができちゃいますと、その下について何か新しい対策なり調査をするということは難しくなりますよね。建物の下については十分な対策をしましょう。地下2メートルまでの土壌を汚染の有無にかかわらず全て入れ替え、その上にさらに 2.5 メートルの土を盛る。建物部分の地下水を浄化し、ベンゼンやシアンの濃度を環境基準まで下げる。建物の下の地中に水を遮る壁を設置して地下水の移動を防ぐ。また市場ができた後も地下水の水位や水質を継続的に観測し、水位を一定以下に抑えて地上への影響を防ぐ対策も盛り込まれました。有害物質はあるということを認めて管理をするというのが法の趣旨なんですね。何が一番大事かというのは提言といいますか報告書が出た後それをどう使っていくのかということがもっと大事ですよね。一方で移転反対派からは調査が不十分、対策が具体性に乏しいなど疑問の声が相次ぎました。まあ、今はリスクはあるけど対策すれば大丈夫ですですね、まあ、そういう結論を出しまして、だからいかにもやっぱりその最初から結論ありきのですね、やり方、この委員会のやり方だと思いますね。毒のあるもののところへですね移るようなことは絶対しては困るんだと。本来ならばやはりこれだけの数字のものがはっきりと出てきた場合にはやはりこれ白紙撤回すべき、そういうふうな状況ではないのかなと思ってるんですよ。なんとか安全に移転計画を進めようとする東京都と計画自体の白紙撤回を求める反対派。石原知事は会見で汚染対策の新しい技術も模索したいと話しています。当初670億円と見積もっていた対策費は1000億円を超える可能性もあり、都民の税金がさらにつぎ込まれることになれば反対の声が高まるのは必至です。移転問題の先行きは未だ不透明な状態にあります。現在環境基準を超える濃度の汚染物質が検出された441箇所で再調査が行われていて、専門家会議ではその結果を踏まえて来月に最終的な対策案を都に提言します。この土壌汚染の問題ですが、今月10日に始まる都議会でもこの大きな焦点となる見通しで各党の主張が注目されます。